こんにちは、グラス工房タップの二勝です。10分水墨画、今回の画題はこのトゲトゲのある植物です。サボテンです。これは特にね、うちわサボテンという、種類のね、サボテンだと思います。調べてみたらですね、あの仙人サボテンっていうのがあって、多分これはその仙人サボテンではないだろうかと思いますね。ちょっとね、あの気化植物化してあまりにも強健ね、枯れないし、たくさん生えるのでね、ちょっと嫌われ者になってるっていうね、こともなんか載ってましたね。私のね、散歩コースに植わっていてですね、この鋭いトゲがね、まあ本当に特徴ですよね。はい、今回このね、うちわサボテンですね、メキシコのね、まあ行ったことないんですけどね、メキシコのなんかちょっと砂漠地帯にこう生えてるっていうね、イメージでね、描いてみたいと思います。材料のご説明です。筆は3本、太筆1本、小筆1本、面相筆1本。紙は画仙紙、梅という製品、半紙の大きさです。今回絵の具使いませんので、青墨を濃く吸ったこの濃墨状態の墨を使います。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のある時に20番の動画をご覧ください。描き始めに小皿に中墨を作っておきます。筆で水を入れ、同じ筆で濃墨ちょんとすくって薄めておきます。これが中墨ですね。はい、最初にですね、太筆でサボテンの茎を描きます。水でよく洗って、たっぷりと中墨を含ませ、先端にちょんと濃墨、一枚一枚のこの茎、これね、葉っぱじゃなくて茎だそうですね。これをひとひねりで描いていきます。はい、グッと押し出して戻してくる。何度も重ね塗りしないようにしてください。一発で仕上げると。そうすると綺麗な濃淡がこの1枚の中に出ます。はい、まあ、この、 サボテンね、見慣れてるのでそんなに難しくないと思いますけども、まあ、要領としてはね、某有名、テーマパークのネズミのキャラクターみたいな感じでね、2つずつついていく感じですね。耳のように、まあ、形をね、綺麗なうちわのような形にしないで、少しいびつにした方が面白いと思います。で、横ばっかりではなくてね、こう細く見える、薄く見えているのは断面の方、こちらを向いてるからですね。いろんな方向を向いてるので、いろんな厚さのものを描いてください。そして、濃さもね、濃いのもあれば薄いのもある。特にこういう単調な形の場合は、濃さをね、いろいろなバリエーションで描いてください。はい、今ね、2つの塊として描いてますね。次に面相筆に濃墨と中墨ちょっと合わせたぐらいの濃さのをつけて、トゲトゲ描きます。これね、細い面相筆使うのとですね、素早く動かすのが、まあ、一つのコツですね。さっさっさっさと跳ねるように描いていくと、鋭くて長いトゲができます。このサボテン、トゲはね、この周辺にも出てるんですけども、この面の中にも割と規則正しく並んで生えてますね。一箇所から1本ないし2本、間隔は比較的規則正しいです。はい、濃い葉っぱのところのトゲは濃い墨で、そして薄い葉のところは薄い墨で描くようにしてください。パンパンパンと跳ねるようにして描きます。点、あるいは短いトゲを描いておけば、この茎内部から生えているトゲを表現できます。周辺は長めに伸ばしてください。はい、小筆にちょんと濃墨つけて目を描いておきます。まあ、これをね、取材したのは真冬だったんで大きな目がなかったんですけども、やはり次のね、葉っぱが
っていうかな、茎が伸びるところの小さな芽みたいなのがあるんですね。それを点点点で表現しておきます。はい、太筆で地面ですね、一回タオルで水気をよく取ってやります。この手ぬぐいにポンポンポン、そして注目つけて、やはりポンポンとね、水気取ってガサガサの状態にしてください。なんていうんですかね、サボテンが生えている、荒野っていうんですかね、ちょっと乾燥気味の地面を表現するために、文字通り筆も乾燥気味にして書いてあります。そしてこのちょっとばらけたね、筆の毛が、こういう砂のね、バサバサっとした感じを表現させてくれると思いますね。サボテンの茎のね、つるんとした表現、テクスチャーの好対照としてね、こういうザラザラっとしたものを描いてあります。で、葉の向こう側にも少し砂が見える。砂漠ですので、みずみずしく描かないようにしてください。はい、上の方にはですね、向こうの方の、なんていうんですかね、ちょっと坂の上に岩が見えてるっていう感じにしますかね。遠くの方の景色は、割と淡い色で表現してください。ところどころね、こういうのを入れるのいいんですけども、基本遠くは淡い、これを空気遠近法っていうんですけどもね、淡めにしておきます。はい、サボテンの完成です。ワンポイントアドバイスです。サボテンの茎は一筆または一ひねりで描き、重ね塗りしないこと。はい、うちはサボテンのね、水墨が出来上がりました。サボテンの花とか実も結構綺麗なんですよね。これ散歩コースに生えていて、花が咲いてるのちょっと見たことないんですけども、ぜひ今度はね、綺麗な花が咲いてるのも描いてみたいと思います。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリックお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。